舞鶴八千代館は、京都府舞鶴市にある映画館、島フィルムによって運営されている、サンスクリーンを有する。1938年、野村鎌太郎が、現在の場所に、木造の舞鶴八千代館を創業。初上映作品は、高知山宗春で、当時は1スクリーンで2階席は、畳実機だった。 野村は、舞鶴八代館の他に、舞鶴市浜に、朝日座、舞鶴市中地区に、浅肥沼、舞鶴市西地区に、朝日館を運営していたが、舞鶴八代館以外の映画館は、戦後に順次閉館。昭和30年代には、舞鶴市内に八館の映画館があったが徐々に、減っていき、邦画専門だった舞鶴八代館でも、洋画を上映するようになった。 1981年12月20日には、現在の鉄筋コンクリート作りの建物に建て替えられ、スクリーン数は2スクリーンに増やされた。この頃に上映された、薬師丸ひろこ主演のセーラー服と機関銃は、同時期封切りのレーダース、失われたアーク、正規を上回る大入りだったという。2000年には3スクリーン目を増設。2008年には、 福知山市の福知山シネマを運営している島フィルムが舞鶴八代館の運営会社となり2010年と2011年には2台の 3D デジタル映写機が導入された2012年3月には兵庫県豊岡市の豊岡劇場が一旦閉館したため北近畿の映画館は一時舞鶴八代館と福知山市の福知山シネマのみとなった 設立75周年を迎えた2013年3月には3代目のデジタル映写機が導入され、3スクリーンすべてがデジタルシネマ対応となった。ありがとうございます。